おはようございます。速稼塾の久保です。今日は3月20日ですね。3月ももうすぐ終わりみたいな感じがしますけども、今日の相場解説は5時40分からお送りしております。まあ大体いつもと同じ時間ですよね。で、土曜日なんですけども、週明けのためにどんな形になるのか、そして今週はどういうふうに動いたのかってことをちょっとお話ししながらね、来週の展望に生かしていきたいと思います。それでは画面を切り替えますんで、こちらの方をご覧ください。はい、まずはデイリーからなんですけども、デイリーはね、最近のドラマとしてはこちらの方を転換点にしてぐっと下がったところからね、こういうふうに上昇するところが見て取れるわけなんですけども、上昇がやっぱりこう止まるんですよね。あの垂直トレンドっていうじゃないですか。垂直に行ったらもうね、じゃあそれがずっと続くのかって言ったら、垂直に行ったってことはもう勢いよね、こうお話しましたけども、上に上げたものって下に落ちやすくなるのと同じようにですね、まあ、すぐに落ちるっては限らないんですけども、もうちょっとね、上がりにくくなってきたんですよね。やっぱりね、円高もドル高も、まあピークっていうのがあるわけですよ。で、今ちょうどピークに達したのかなと。そしてそのピークから横ばいに入って、それが上にブレイクするのか下にブレイクするのか、これはね、日々ね、状況が変わってきて判断が変わるところなんですよ。で、現在上と下に長いヒゲが出ています。実体よりもヒゲが長いですよね。実体がこのぐらいだとしたら、上ヒゲと下ヒゲはそれよりも長い形で出ています。しかもそれが連続して続いてますよね。こういう風な感じで見えますか。あの、ここのことを言ってますからね、ここの箱の中のこと。で、実体よりも上ヒゲ下ヒゲが長いのが続いてるんですよ。ちょうどそれが連続していて、ゲジゲジ虫みたいになってますよね。この状態ってのはまさにね、日々上にブレイクするのか下にブレイクするのか、もうこれ相場自体が迷っていて、当然ですけども投資家も私もですけども、どっちに行くんだろうっていうふうに日々判断が変わるところなんですよ。まあ、ですんでね、こういう時に起きやすいのが、もうすでに何回かお話ししましたけども、バイで入れたらロスカットを食らってセルの方にクルッと戻ってしまったりとか、そのゾーンを超えたと思ってエントリーをセルでかけるとまたゾーンの中に戻ったりとかするんですよね。この動きに結構翻弄されるんで、相当なね、ゆとりと、あとはロスカットの意識、損失意識を持たないと心折れてしまうんですよ。そのこともお話し しましょうかね。で、4時間足でございます。4時間を見てみると冷静に考えられるんですけども、このゾーンの中に入っちゃってますよね、完全に。で、それまではボーンといったわけですよ。で、ちょっとだけ横ばいもありましたけども、結局ズゴーンといってるでしょ。で、私たちはここで利益取るわけですからね。ここでこの伸びてるところで、あら、あら、なんだこれは。すいません、ちょっとこれは間違えたな。これここのことを言いたかったんですよ。矢印の形を間違えてしまいました。で、今はこの箱の中ですよね。この箱の中っていうのは利益が基本的に取れないんですよ。もちろん往復ビンタする場合もありますよ。こういうふうにね、レンジの上と上底と下底で当たったら反対方向にエントリーするみたいな感じで行くことはできるんですよ。ただピップスがあんまり稼げないのと、やっぱロスカットになる危険性が高いんですよね。ロスカットの危険性がなくて、ピップスが稼げるのは何といっても、もうトレンドがはっきりと形成されたところです。これどっから入っても利益になるんですよ。遅れて入っても利益になるわけですよ。だから本当はこっちの方を狙いたいんですけども、今レンジですんでね、お話したようにブレイクアウトを狙うってことです。ただブレイクアウトを狙うって言っても、今度1時間で切り替えたら分かりますけども、裏切られることが結構あるんですよ。それが今お話したい1時間での現象です。まずはね、ここでブレイクしたと思ったらね、黄色いところを越えていったわけですから、ブレイクしたなと思ったら内側に引き戻されちゃったわけですよ、ドーンとね。で、次、今度は大丈夫だろうと思ってこの辺で構えていたら、やっぱり内側に引き戻されちゃったんですよね。で、次なんてのはもうエントリーしてませんけども、こんなところまで行って完全ブレイクだろうと思ったら、こっからですね、ヒゲを出して戻っていくわけですよね。で、結局この黄色と黄色の間の内側に戻ってしまったと。で、昨日なんですけども、ついにブレイクしたと思ったら、ね、ここを越えて、あ、セルの方に行ったぞと思ったら、またですよ。こういうふうにして翻弄されて、徐々に、まあ私の場合ですけどね、ここでのロスカットが、まあ結構な積み重ねになってきたなっていうところなんですよね。まあこれが正直なところです。で、来週に生かそうとすれば、これが、来週ですよ。まあ、しばらくはこれが続くだろうなと思うわけですよ。どういうことかっていうと、まあ、こちらにゾーンを引きましたよね。で、こちらにもゾーンを引きましたよね。
このゾーンを超えてもね、内側にぐっと引き戻されちゃうんで、油断できないぞと。ということはですね、まあこの赤い線があるじゃないですか、これ108円の799ですけども、これを割って大きくセルの方に動いたら、適度なところで利確して戻っていってしまうことをやっぱりね、受け入れていくってことなんですよ。それまでは私のエントリーはね、本当はこれあんまり言いたくないんですけども、ロスカットは引くけども、テイクプロフィットラインを予約に入れてないんですよ。でゼロライン設定もしてないんですよ。それはこのチャートに貼り付けるときだからできるんですよね、ゼロライン設定とか。まさにで私の場合は今回はね、もうブレイクしたら大きく動くだろうと思ってたんで、ロスカットラインを入れて、あとはねエントリーしたら放置してたんですよ。ってことなんで、結構ねわずかですけども含み益で、エグジットみたいなことになっちゃってるんですよね、強制ロスカットで。一時期はものすごいたくさんの含み益を取れてたわけなんですよ、後で思えばね。それはそうですよね、だってここがあったわけですから、この含み益があったわけですから、ずっと。で張り付いていればゼロライン設定するなり、この辺りで一旦利確するなりね、半分利確するなりするんですけども、私の場合ちょっとね、午前中エントリーしたりとかして、あとほっといた1週間だったんですよ。このレンジのブレイク抜けたら大きく出るだろうと思ったからですね、その思い込みが今回は利益を取れとかんだかなってところですね。ということなんで、来週はちょっとね、張り付き気味に注意深く見なくてはこのブレイクアウト取れないなと思います。普段のブレイクアウトはそれこそテイクプロフィットラインを入れなくても利益伸びていくだけなんでね、いいんですけども、今回はゼロライン設定をきちんとすることを前提にある程度張り付いておかないといけないかなと思いますので、1時間に1回見て取れるような22日からの週にしたいと思いますね。はい、いかがだったでしょうか。これがね、今お話したことが来週の戦術になりますんで、ちょっと FX にかける時間を多めに持っておこうかなと思います。ですんで、もしかしたら発信も増えていくかもしれません。きちんとエグジットしたところをね、エグジットした瞬間に動画を上げるかもしれませんね、うまくいったら。そしたらまあ爆撃でしょうね、きっとね。うん、なかなか面白くなってきましたよ、こういうふうなね、勝てそうで勝てないところもね、一つ自分が鍛えられてるな、どういう発想を持って攻略していこうかなっていうふうなね、ワクワクに満ちたような気がしますね、うん、では一旦以上です。